皆さん、こんにちは。今年30周年を迎えた J リーグですが、地上波を中心にした露出度アップ作戦を積極的に展開しています。野々村チェアマンは、テレビの地上波での扱いをより増やしていかないと、新たなファンの獲得はなかなか難しいとずっと思っていました、と語っており、その目的の一つが新たな顧客層の開拓であることは間違いありません。露出度に関しては、ラゾンとの大型契約が更新されるという、 大きな動きもありましたが、J リーグはどのような将来展望を持って、今回の対策で臨もうとしているのでしょうか。現状や今回の動きを少し大きな視点で見ながら、J リーグが目指している姿を探ってみたいと思います。J リーグは当初スタート時の10クラブオリジナル10から、現在は41都道府県には60クラブとなり、途中クラブの消滅合併など右よ曲折はあったものの、この30年間、 各地域への密着は着は実に進んできまし,たしかし、コア層がしっかり根を張っている反面、ライト層への訴求や、新規顧客開拓が課題とも言われてきました。昨シーズンもテレビ CM の展開をはじめ、J リーグ ID 新規登録や新規来場者の確保に乗り出し、一定の効果も得られてはいます。しかし、リーグ側の分析では、J リーグに高い関心を示す層の数は、おおむね低下横ばい傾向となっており、 これからは J リーグに関心がある層をターゲットにするだけでなく、関心層のタイを広げていかないと、ターゲットそのものが枯渇するという懸念を抱えています。では、J リーグが今期から行っている地上波での露出度アップは、どのようなものなのでしょう。まず、今期行われているのは、地域ごとクラブごとの露出アップです。これは、J リーグの成長戦略の一つ、60クラブがそれぞれの地域で輝くに沿ったものですが、 対策の中心は地上波での試合放送、サッカー関連番組放送の拡大となります。また、単にクラブの努力を促すだけではなく、J リーグ自体がそこに投資しているのが大きな特徴です。ローカル地上波での放映は、ダゾンの契約変更リリースでも触れられており、試合放映は今後も増えていくものと思われますが、J リーグは、全国放送は無理でも、ローカル中継では今も一定の視聴率はあり、 放送コンテンツとしての価値は低くないと考えています。また、もう一つの目玉であるサッカー関連番組は、これまで5地域だったサッカー関連番組の放送エリアを30地域45都道府県に拡大し、番組タイトルロゴも統一するなどの手こ入れを図っていますが、その制作費用には J リーグが直接支援を行っています。放送時間や内容もそれぞれの番組で異なりますが、 J クラブの話題だけでなく地域のサッカー情報を幅広く扱うという方針が共有されており、サッカーそのものが地域に文化として根付いてほしいとの狙いが垣間見えます。J リーグの露出度アップ大作戦はローカル露出支援プロジェクトとして発足しており、J リーグによればテレビでの露出は前年比6.7倍に増えています。地域ごととはいえ、露出度のアップは広告価値も高めることになり、実際 J リーグからは 4.6倍という数字も示されています。このように比較的順調なスタートを切ったように見える、露出度アップ作戦ですが、当然、露出を増やせし、知ってさえもらえれば、持続的に集客増につながるというほど、単純なものではなく、露出度アップはあくまで第一段階に過ぎません。身近に考えてみても、関心のない人が J リーグに目を向け、さらに観客として定着するのは容易なことではありません。では、 露出度アップののの次、ももしししくはは並行して必要なものは何な何でしょうか。すでに、怖そうとなり J リーグの魅力や楽しみ方を熟知しているサポーターに、顧客開拓を手伝ってもらうなど、手法はいくらでもありますが、やはりその前提として欠かせないのは、J リーグというコンテンツそのものの魅力アップです。まだまだ課題は多いながらも、J リーグが露出度アップに対し、直接投資に踏み込んだことは、大きな一歩といえます。 しかし、持続可能なものとしていくためには、露出されるコンテンツ、つまり J リーグのコンテンツとしての価値が高まらなければ、短期的にはともかく、中長期的に集客像や関心層のパイを広げることにはつながりません。ただでさえ少子高齢化が進む日本で、J リーグを一つの産業として、持続的に成長させるのは、たやすいことではないのです。さらなる顧客開拓には、リーグクラブ地元自治体が同じ方向性で、 コンテンツであるリーグ戦の魅力アップレベルアップ、さらにはスタジアム環境を充実させることなどが必要になります。そして、J リーグは、もう一つの成長テーマとして、トップ層がナショナルコンテンツとして輝くを掲げており、世界に通用するビッグクラブの登場などをテコにして、リーグのコンテンツ価値を高めようとしています。コンテンツの価値が上がれば、集客像だけでなく、広告価値、放映権料のアップなどにも寄与していくことになります。 いずれにしても、J リーグ開幕時の熱狂がスタジアムに戻り、日本のナンバーワンスポーツコンテンツである野球とは違った。国際的な価値を提供しながら成長していく J リーグの姿を見てみたいものです。